はい、阿部ちゃんでございます。本日は中野に来てます。やっぱ中野久しぶりですね。1万円企画ぶりぐらいかということで、今回はね中野ではしご酒をするんですけども、それの第1軒目でございます。はい、ということで早速ね1軒目に行くお店、こちらでございます。米田さんでございます。こちらのお店、何を言おうと名物のジャンボつくねっていうのがあって、それがもうとてつもなくでかくて美味しくて、まあ有名ということで、今回はねそれを食べに来ました。これ見て、これ 250g 超って書いてある。うわもうハンバーグじゃんっていう、すごいな、ね、でも302円だからね。はい、ということでね、今回はこちらの米田さんで、まあね、つくね頼んでお酒を飲みましょうということです。じゃあ早速中野編1軒目行きましょう。ということで来ました、米田さん。いやもうこれですよ、これ。あのね、言ってたつくねのメニューここにあるんだけど、40分かかりますと。うん、すごいよな。とにかくめちゃくちゃジャンボなのよ。だから店員さんも頼むんだったら頼んでくださいって先にね、うん、言うぐらいだから。ということでね、一応先にメニュー紹介しますか。焼き鳥屋さんだから焼き鳥系が有名だけど、それ以外にも煮込みとかいろんな料理がありますね。まあビールが570円、瓶ビールが600円とかで、チューハイが460円からっていう感じになってますね。一応こちらが本日のおすすめですね。はい、ということで私たち最初のねお酒こちらにしました。ビンビール赤星、いいですね。しょ、乾杯しましょう。よし、ということで中野編1軒目ですから、乾杯しましょう。はい、ゴーイス。うまい。すいません。ありがとうございます。すいません。すいません。いやいやいや。いやいいですね。ね。うん。うまい。ちょっと酒飲んでよ。いいですか。うん。焼きます。おいす。どうぞ。いいですね。お、痛い痛い。いいですね。じゃあちょっと潰しますよ。もう一瞬や。一瞬一瞬。潰しますよ。すいませんすいません。いいですね。うまいじゃん。うまいんだよ、うん、じゃあちょっとおつまみ頼みますか。そうしましょう。はい、ということで、ね、早速おつまみ注文しました。こちらでございます。はい、こちらが鶏レバーのタレでございます。210円。こちらが初筋でございます。220円。はい、こちらがホタルイカのお気づけ、350円。はい、こちらが牛筋と大根の煮込みの小、420円でございます。よし、ということでおつまみが来ましたよ。おつまみさん、うまそう。焼き鳥食べる。そうね、あったかいうちで。うん、うん、俺これ頼んだのはね、初筋。じゃあ私はレバー。そう、レバーもレバーでめちゃくちゃうまそうだね。でかいのよね、一個一個が。とろけました、うん、めちゃくちゃクリーム。見た目めちゃくちゃうまそうだ、うん、初筋もめちゃくちゃうまいわ、うん、かなり噛み応えがあってめっちゃうまい。ビビるわ。でこのタレがうまいね、甘だれ、うん、ああもう幸せ。マイアンドマー。あー、ごめんなさい。すみません。いや、もう飲んでください。ごめんなさい。本当に申し訳ないです。はい。追加しましょう。ビールじゃあ、うん、追加しましょう。そうしましょう。キュッ。2本目。カモン。やった。ピース。うまい。あー、じゃあこれ食べましょうよ。牛すじと大根の煮込み。これすごくない？これ小なんですよ。これそうそう小なのよ。大と小があって、ね、小でよかったっていう。肉はトロトロですわ。絶対にうまいじゃんこれ。これ絶対にうまいよこれ。大根から切っちゃおうかな。大根からいこうよ。うん、じゃあ大根いただきます。お、え、溶けた。うん、なくなった。なくなった。うん、なくなったよ。え、うん、うん、もう。ギリギリ形を保ったまま究極まで煮込んでるよね。すごっ、うん、え、これ牛筋もね、だいぶとろけてるよ、うん、牛筋
ただきます。半端ない。うわ、レベタカ。ここのお店レベタカ。レベタカ。優しい。味は優しいね。うん、ちょっと優しめの味付けで、うん、そんな濃くなく。うまい。あ、いいですか。すみません。ごめんなさい。疲れ、次つつ、次まくれ、春うらら、勝てない馬こそ春うらら、でも春が来るよ、春うらら、だけども夏には勝てないよ。カットしてください。お願いします。何でした、今の会話。覚えてないんですけど。すみません、すみません、すみません、すみません。うまい。これ食べますか、じゃあ、うん、ホタルイカの気付け。そう、これはうまいでしょ。ホタルイカですわ、うん、いただきます。うまい、うまい、うわ、うめえ。もう塩辛さがいいよね。ちょうどいいですね。うん、くどさがない。うん、臭みもない。そう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 、うまい。ここ2階席ですけど、階段上がってくる途中サインすごかったですよね。もうずらーってあったね。新高さん、すいません。しー、これ今日おごりと。おごりではないです。俺をおだてても金なんて出ませんよ。譲っても、うん、いくら譲っても俺をおだてても金なんて出ません。あ、なくなった、なくなった。これだけ待つと机の期待値がどんどん上がる。そうよな。え、30分以上経つよね。どんなもんが来るのかと。だからもうそろそろ来るんだ。そうじゃん。来た来た来た。でね、カレー。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。すごい。でっか。バット、バットこれ。バットよ。これで野球できるわ。普通の太さあるもん。マジで。紹介しますか。うん、こちらでございます。名物のジャンボつくねでございます。320円。これはね、トッピングで、目玉焼きですね。はい、こちらがね、つくねの塩でございます。来ましたよ。来ました。これとりあえずかじっちゃっていい。もうまずはこのまま、うん、あ、重っ。重いわ。土のこもってるみたい。いただきます。つくねだ。そりゃそうだ。なんそれ。軟骨がコリコリですね。でも、うん、めっちゃうまい。うわ、すっごい絵面。めっちゃうまい。しかもこれさ、320円だからね。安いよね、うん、めっちゃ安いよね。あ、うまい、ね、ネギがめっちゃ乗ってんのよ。ネギがいいね。そう、でっか。やっぱ、あ、重っ。重いっしょ。重いのよ。いただきます。お、お。どう？噛んだ瞬間肉汁あふれた。あ、ほんとそうね、うん、塩だれのネギとのシャキシャキと、うん、さっぱりして、いや、うまっ。うまいよね。肉がずっしり詰まってる感じね。うん、おー、いいですね。いや、うめえ。いいですね。おめでとう。おめでとう。これ串でも外したらさ、ハンバーグになっちゃうよ。そう。チークがついたところはそうなっちゃうのよ。だからなっちゃうのよ。40分だもん。だって箸が負けんのよ、つくねに。卵ちゃんつけて、うん、食べてみようかな。卵漬け、いただきます。うん、もう最高。絶対うまいっすよ。卵漬けだからうまいな、うん、もうマイルド。これ安すぎる。うん、本当に320円だからね。うん、うん、まっ。すごいわこれ。それうん、ちょっとお酒追加してもよろしいですか。やりましょう。はいはい、ということで、追加でレモンサワー。ジャスミン、はい、おい、じゃあ乾杯しましょう。どうも。ちょっとタレと塩、うん、トルネード戦法する。なんすか、トルネード投法。ノモですか。ノモ。これ本当にフォークとナイフ欲しいわ。マジでそれ。
じゃあ塩いただきます。ああうまい。うん、塩は塩で美味しいね。あーうまいね。うん、塩の方がつくねの良さを全面に感じられるかもしれない。卵と一緒に食べたりして。うん、卵最高でしょ。卵強な。あーうまっ。お腹いっぱいになるわ。ファミレスのファンバーグよりでかい。うん、どっちが好きでした？いや俺意外とね、塩。うん、俺もだよね。俺も塩の方が好き。肉の味がちゃんと分かる。チーズトッピングもあって、チーズトッピングは塩の方がいいみたいなの言ってたんだけど。言ってました。そう、斜め後ろでさ、女の子5人で女子会してんの。ガルストーク、ガルストーク。羨ましいな。俺正直つくねうまいとか、お酒飲むの楽しいとかより、参加したいとかが強いから。あ、もうダメだ。今ので信用が消えた。男2人で飲んでるのがちょっと寂しく思ってきた。ましてや週 2,3 で2人でずっと飲む。ね、どうなってんのよ。ほんとそうよな。ちょっとあんだけあったさ、つくねがもうなくなっちゃいますよ。もう食いましたよ。正直昼1軒目だけど結構お腹いっぱいになったな。なった。じゃあこれラストつくね。うん、よいしょ。うまい、うまい。ということでじゃあ中野1軒目ここら辺で終わりますか。行きましょう。最後乾杯して。どうも。あーもう最高ね。いやもうここはもうそのつくね以外にも、ね、全部美味しかったね。本当。うん、ぜひ聞いてみてください。はい、どうでね、お会計のはこちらになってます。こちら、4,070円。安っ。まあ、1人、2000円ちょっと。安いね。最高でした。ということで1軒目はこの辺りで終わりで、次2軒目行きましょう。行きましょう。ということでごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。